きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日は、はい、大穴ベストラインセリーグ編でございます。まあ、昨年はですね、なんと5人の選手が初受賞っていう、はい、まあ、村上がねサードは初受賞なんだけど、はい、まあ、ファーストで取ってたんで、はい、この里崎チャンネルルールで言えば村上は初受賞じゃないんだけども、はい、まあ、柳、マルテ、近本、塩見っていう、はい、ところが初受賞で、里崎チャンネル的には近本のベストナインを当てたっていうね。まあ、こちらも一人でしたね。そうなのよ、ね、パリーグ同様、まあ、うん、まあ、昨年のね大穴ベストナイン予想はね、はい、こういう風になってますけども、はい、森下ね、クロンどうしたんやっていうねそうですね、うん、あとやっぱりショートはね、うん、坂本の牙城が大きいのと、はい、このセ・リーグの二遊間はもうね終わってんのよ、うん、セカンドなんてもう山田菊池だからね。そうなんです、もう常に山田菊池ですもんね、うん、もう漫才コンビかっていうねで外野も鈴木誠也がいて、はい、でも近本塩見がね、うん、はい、割って入ってきたっていうところでね、まあ、ヤクルト優勝したっていうのもあって塩見選手がね、うん、入ってきまして、うん、だからそういったところでは、うん、チャンスあったなっていうね、はい、でも里出るもいい線行ってたけどね。いや本当ですね、途中までだったら、途中までね、あれも最後の50何打席ノーヒットっていうのが、うん、痛かったけども、なければいけた気がしますよね。まあそういったところでね、はい、今年は当てようっていうね、はい、うん、今まで1回もベストナインを取ったことない選手を選ぶっていうね。一人は当てたい、二人当てたいです。二人当てたいね、はい、やっぱりこれね、この難しい、うん、絶対当たんないとこあるからね、はい、だってやっぱり毎年 4,5 人初受賞っていうのがあるので、うん、でもピッチャー当てたいね。ピッチャーそうですね、ちょっと菅野が落ちてきてるからね、はい、で去年は柳投手、そう、うん、そこを当てに行きたいよね、はい、ということでまずピッチャー、はい、ピッチャーね、候補としてはやっぱ昨年も選んだ森下ね、はい、で、大野がまだ取ったことないらしい。そうなんですよ、中日、はい、であとはタイトルホルダーでもある青柳、はい、出遅れてるコロナで、うん、ちょっと心配、はい、であと奥川、いや奥川投手ある気がするな、ね、うん、今年は中6日で回るっていう情報もあるし、はい、うんうん、でも大野も取ってないのよ。沢村賞取っててベストナイン取ってないんですもんね。そんなことあるっていうなんか話題になりましたよね、うん、沢村賞だけど。沢村賞じゃないのにベストナイン、沢村賞なのにベストナインじゃないって、はい、ベストナインと沢村賞どっちが上なのっていうね。沢村賞な気がします。上だよね、はい、それはおかしいよね、はい、沢村賞は、大野投手でしたけど、うん、ベストナインが菅野投手だったんですよね、うん、確かね。それちょっとおかしい、よくわかんないよね。でしたよね、確かね、ルール的にね、2020年かな、うん、だってそれじゃあ沢村賞の方が下なのかみたいなね。そうですね、うん、まあ、でも基準的になんか、うん、どう、よくわかんないよね、はい、まあでも大野打線の援護がね、なんか勝ち星がつかないところが多分ベストナインに選ばれない要素の一つになってんじゃないのかなっていう。そうですね、で防御率とか比較したときに大野投手だったのかもしれないですし、そう、まあ、どうしますか。大野奥がどっちかだね。でもこうもしかしたらチーム状況とかにもありますけど、ちょっと奥川投手行ってほしい。奥川行こうか、打線の援護あるしね、はい、大野はちょっと打線の援護がねどうなのかっていうところも、ちょっと未知数なところありますね、うん、中日の打線が、うんうん、じゃあ奥側で行こう、はい、セリーグは、はい、ね、怪我しないで1年間行ったら、はい、ワンチャンあるんちゃうかっていうね、うん、でキャッチャー、はい、キャッチャーも、うん、去年中村がね、はい、ヤクルト優勝してっていうところはあるけども、うん、結構今激戦、はい、でもよ、はい、一人いるのよ候補が。いやもう私はもうすぐ分かりましたよ。満票だよ、はい、はい、だいたい里崎賞、はい、満票で、うん、なんでベストラインじゃないんやっていう。え、里崎賞とベストラインってどっちが上なの。いや、ベストラインでしょ、ね、え、でも沢村賞とベストラインは沢村賞でしょ。沢村賞だよ ね、え、じゃあ里崎賞とベストラインは、ま、その満票いないのよ。はい、そうですよね、うん、まあ、でも基準は一番クリアしてる。そうそう、基準はちゃんとしてんのよ、うん、はい、守備とバッティングで、うんうん、佐々木翔とベストナインどっちが上なのかな。ベストナインですか。でも、やっぱりベストナインでなんかこうチームを勝たせたキャッチャーっていうのがあるじゃないですか。やっぱ優勝したじゃないですか、ヤクルトが。いやでもベストだからね、うん、まあね、うん、そうですけど、だから今年はやっぱ来ましたよ。そうですね、去年佐々木翔も受賞した、満票で取ったんだから、はい、佐々木翔取ってんのに、うん、ベストナイン取ったことないって、はい、それはもう許されないよ。そうですね、だから今年はまだね取ったことないから、やっぱキャッチャーはね、はい、気の毒で、うん、でも俺はね坂本っていうのもあるのよ、はい、
なんか最近仲いいっていうね。そうそう、うん、坂本もワンチャンあるんちゃうかっていうところの名前は、うん、名前はちょっと出しておきたいなって、はい、去年梅野選手を選んだんですね。そう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 、うん、前半調子良かったけどね、はい、後半ね、なんかこう、ね、ガタガタガタってきましたけど、坂本もワンチャンあるんちゃうかっていうね、はい、うんうんうん、ところでも言っとくけど、まあ満票だからね、はい、やっぱりベストナインと佐々木賞の価値のね、この違いっていうのをちゃ、やっぱりね、明確にするためにも取ってほしい、はい、そうですね、うん、どういう価値か分かんないけどね、はい、でファースト、はい、ファーストもなかなかいないんですよね。なかなかいないのよ、はい、まあ、巨人で言ったら、まあ、中田とかね、はい、今中地とか、うん、まあ、取ったことあるからね。そうなんです、あるのね、うん、でヤクルトはオスナでしょ、はい、で DeNA が外、うん、でもちょっと開幕で遅れてるからね、はい、でひょっとしたら牧がファーストに来るかもしれないけども、うん、で広島が、まあ、松山とか、はい、坂倉とか、うん、中日がビシエドでしょ、はい、ビシエド選手もありますよね。で阪神がマルテ、はい、去年マルテがね初受賞、うん、そうです、だから今年も初受賞あるよっていう。ありますね、去年がマルテ選手で村上選手、ビシエド選手、ロペス選手って感じですね。だから外国人来るじゃん、来ます、ファースト、はい、だから今年はファーストね、うん、オスナで行きたい。おー、ヤクルトでまた、うんうんうん、あえてのオスナで、はい、まあ、2年目だから、うん、そこをうまくアジャストして、はい、オスナで。おー、ファーストも激戦だから分かんないね。そうですね、うん、しかもなんかもうこの人が絶対ってあんまないですよね。ない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 、うん、でもワンチャンオスナあるんちゃうかっていうところで、ファーストはね、オスナ、はい、でセカンドはね、はい、山田菊池王国を、はい、誰が打ち崩すんやってね。そろそろ打ち崩してほしいな。いつから山田菊池、いつから、ちょっと近年からいくと、うん、山田菊池、山田山田菊池、山田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 みたいな感じですねえ、もう2010年以降、いや、14からです。14から13、誰、ちなみに13が西岡選手です。あ、強し、はい、阪神で、で10で2が田中康弘選手、ああヤクルト、うん、あ、まあ、じゃあ広安選手で、ね、はい、でその前が平野圭一、あ、平野ね、が2年っていう感じですね。で2010年、あ、じゃあそれまでは激戦だったんだね。そうなんです、山田菊池の出現で14からずっと強いね。ほとんど山田選手、もうあの洗い場的な感じだね。そうですね、あ、うん、やっぱこれを打破するために去年吉川行ったんだけども、はい、今年は牧、うん、牧で、はい、これもう牧でありますよ。牧なら、牧、うん、なら山田菊池報告を崩せる可能性ある、はい、ある可能性を感じます、うんうん、そこをね、はい、期待して、うん、牧の初受賞、はい、だから外が来るまで牧ファーストの可能性もあるよね、うんうん、でもまあ牧がベストナイン取るんじゃないのかっていうね、はい、ところで、うん、こうやっぱセカンドは牧を押して、ね、はい、でちなみにね、これね、あのポジション違ってもベストナイン取ったら合格になります。はい、そうですね、はい、もし牧選手がファースト取ったとしても、まあ、OK っていうことになりますんで、ね、はい、ついで、はい、サードも、うん、あの岡本村上王国が、そうなんですね、もう強いのよ、はい、あの菊池山田並みにもう王国だからね、もうあの近年ですよね、うん、村上選手、去年が村上選手、うん、その前が岡本選手、その前が高橋周平選手、あと宮崎選手って感じなんですけど、うんうん、もうちょっと強いですね。もうほぼだって巨人岡本でしょ、はい、ヤクルト村上でしょ、はい、で阪神がまあ大山、はい、で去年ね大山予想して、うん、で DeNA が宮崎、はい、で広島がまあ林とか守ってるし、うん、であの中日が高橋でしょ、はい、で今年石川、はい、だからほぼほぼもういないのよ、うん、取ったことない人が、うん、ってなった時にもうウルトラシー行こうっていうところで、はい、サード坂倉です。オープン戦守ってたから、坂倉の場合キャッチャーもあるよ、はい、ファーストもある、まあ、そこで取っても OK、 OK、だからサードに一応持ってきたっていうだけであって、はい、坂倉はベストライン取りますっていう、ね、うん、ところで大山選手はどうですか。大山選手もいいと思うよ、はい、だからそのあの木下とオスナと大山と坂倉で迷ったのよ、はい、坂倉をどこに置こうかっていう、でそこで、はい、サード坂倉で坂倉を入れときたいっていうところがある、はい、大山がダメっていうより坂倉を入れときたい、入れときたい、じゃあもうサードに入れようっていう、そう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 、はい、だから坂倉は取ります、どっかでは、はい、はい、取ります、はい、取ります、安定株です、はい、はいはい、ショート、はい、ショートはねちょっとあの一挙、はい、坂本王国が、いやでも今年ちょっと今出遅れたじゃないですか、ね、副社金、はい、ちょっと長引くからね、あれ、うん、あ、そうですか、うん、坂本さん王国を、坂本さん王国、誰が打ち崩すか、でも今年はちょっとチャンスかもしれないので、チャンスあるね、はい、でそこで候補に上がったのが、うん、小園、うん、カープ、はい、中野、阪神、ありますね、中野もね、うん、盗塁を取ったら、はい、あるのよ、うん、でも小園のちょっとオープン戦調子悪かったからね、はい、でもどうなのかな、中野あるね、あります、去年新人特別賞取って、うん、でとこれ盗塁王とか取ったら、はい、分かりやすいやん、うんうん、中野だな、
中野選手にします？小園行きたいよ、俺も小園行きたいけど、うん、安定って言ったら中野の方が。そうですね、もうレギュラーだしね。確かに坂本選手のイメージを打ち崩すとしたらなんかタイトル欲しいですね。うん、中野だな。中野選手にしますか。ショートはやっぱ中野にしよう。小園も忘れてないよっていうね。はい、あのそうですね、はい、でも本人50盗塁目指してるらしいですか。そうそう、うん、それはもう言ってもらいたいよね、はい、俺忘れてないよっていうことはアピールしときたいけど中野でいこう。そうそうそう、ね、うん、で外野、はい、外野をね昨年西川、近本、里輝でオースティンっていうところもちょっとね、はい、カッコで入れといたんだけども、うん、まあその中で近本当たったんだけども、はい、外野もさ、うん、もうなかなかね、うん、皆さん取ってるのよ。そうなんですよ。だ新外国人行くか、はい、新しい日本人行くか、うん、でもね鈴木誠也がいなくなったから、そう一枠空くんですよ。だからちょっとね外野ね激戦になる可能性あるから。鈴木誠也選手2016からずっと取ってるんですよ、うん、1,2,3,4,5,6 年連続もう王様がね、はい、アメリカに行っちゃったから。はい、で丸も若干ちょっと調子下げてるしね、はい、で青木は全試合そんな出ないでしょ、うん、だから佐野は取ったことあるんだよね。あるんですよ一昨年、うん、だからほぼほぼで大島もだからほぼほぼチャンスあるのよ。外野ちょっとねシャッフルされてるから、はい、今プロ野球界が。そうですね、うん、特にセリーグ取りやすい、うん、ちょっと頑張ったらね、うん、はい、その中でやっぱりね昨年も挙げた、はい、この人はもうそろそろ取らなきゃいけないでしょうっていうところで、うん、カープの西川ですね、はい、レフト、うん、ここは取っときたい、はい、でセンターはね、うん、昨年塩見近本が初受賞っていうところで、はい、惜しくも逃したけども、うん、ね、もうタワマンでコーヒー飲んでるから、はい、桑原って、はい、桑原選手に来るタワマンコーヒーになりましたね。そう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 、タワマンでコーヒー、別に今住んでるとかそういうわけじゃないですよ。わかんないけど住んでるかもしれないけどね、崖っぷちだったところから、ただタワマンでコーヒーっていうね、だからもう応援、タワマンでコーヒーっていう、あのタワマンでコーヒー頑張れ桑原っていうののタオルそこまで球団の方見てないかもしれない。見てる、面白くない？面白いですね、うん、どういう意味だろうっていう、あの崖っぷちからタワマンでコーヒー、はい、頑張れ桑原そうですねいや面白いと思う。はい、いや桑原にね、はい、今年こそっていうところでね、うん、かけたいね、はい、でもう一人が、うん、佐藤輝よ、4番今年私絶対来ると思うな。来ると思う、うん、去年もね、うん、あのまま最後維持できたらあったと思うよ、はい、あったと思う、ワンチャン、はい、あのベストナイン新人で、うん、でも最後50なんだ時のノーヒットがね、はい、ちょっと響いて、うん、あれだけども再チャレンジで、はい、それかねポランコとか、おー外国人、ね、うん、外国人とか、うん、ポランコとか、はい、広島の外国人、はい、あのマグ、のまあ、マグロースマグクロース、マグブルームまだけ合ってる、マグブルームとかね、マグブルーム、うん、あとオースティンが出遅れてるからね。そう、またね、ちょっとオースティンもチャンスあったんだけどね、はい、っていうところはね、はい、あとウォーカーっていうところも、まあでもちょっとよくわかんないから、このやっぱ日本人3人で ね、うん、はい、こう行きたいと思いますけども、はい、まあ、ということでね、はい、セリーグはこれだ ね、だからまあ絶対いけるのは坂倉だね。そうですか、うん、は取れると思う、はい、普通に、うん、安心、一番チャンスあるのはあと木下ね、木下選手ですね、うん、そうじゃないと佐々木賞の価値が落ちちゃうからね、やっぱり、まあ、あとチームがどうなん、チーム状況にもやっぱりっ、まあ、だからチーム状況関係ないぐらい打って、だって俺初めてベストライン取った時に4位だからね。あ、そうなんですか。そう、ピッチャーはちょっと激戦だね、本当、はい、大野、青柳、森下はもう捨てがたいしね。そうですね、うん、ワンチャンあるんちゃうかっていう、分かんないですね、うん、あと西川、桑原、佐藤輝はね、誰か一人は絶対取ると思う、うん、私もそう思いますね、うん、あとやっぱりその牙城をね、壊せるか、牧、中野ね、はい、ここはちょっと楽しみながら見ていきたいですね、うん、はい、ということでね、はい、皆さんのね、大穴ベストナインはどんな選手を選ばれるかね、うん、はい、ぜひコメント欄でお寄せください、はい。